こんにちは、木曜新美術館中谷秀です。今回はデザイナーでありプランナーの佐藤ねじさん、そしてロボット工学者の石黒博さんにお話を伺いました。まずは佐藤ねじさんです。これまでのデザイナーという役割を超えた、かなりですね、発想重視のプランナーとして活躍中です。作品の解説ももちろんしていただきますが、発想法について詳しくお話を伺っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう初の登場ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最初はもう最近何が一番、はいはい、興味があるのかということで、はい、まずご自分の作品をちょっとご紹介いただいて話を進めてまいりたいと思います。はい、はい、最近だと今年始めたのがですね、はい、昔からの変なウェブを、はい、いろいろアイデアのものをいろいろ作るのが好きなんですけど、面白いウェブを作るのはもうライフワークのように昔から考えてまして、はいはい、ずっとこの点で作ってたんですよ。その要はなんかちょっと変わったウェブをポンポンって置いてたんですけど、こう点で置いていくと時代が経つとどんどんこう忘れられてたり、似たものがまだ出てきたりとかしてくるので、こうちゃんとこうグループ化してまとめていくというか、はいはい、そういう作業が必要だなっていう思ってたんです。いわゆる体系化の一つですね。変なウェブのこういうのは、僕の一個のジャンルだぞみたいな、はいはい、でそういうのを示すために、その最近この変なウェブメディアっていうその、ネットメディアっていっぱいオンドメディアって今出てるじゃないですか、その時に、それをちょっと模した形で、だけど実際にはそのジャーナリズムではなくて、その記事の形の中でいろんな変なウェブ表現をこう更新していくっていうのは、グループ化としてやろうと、はい、その変なのが気になりますね。例えば、なんかすごく広がったのがこの劣化するウェブっていうもので、一応5年かけて完成、するというウェブなんですけど、これはアクセス数に応じてどんどんウェブサイトが劣化していくのと、あと時間が経つとどんどん黄ばんでいく、紙のように黄ばんでいくっていう、完成するには5年以上かかるよっていうテーマの、時間軸をウェブに入れたらどうなるんだろうみたいな。ウェブサイトは当然初め何か話題になってバズるっていうんですけど、バズるともう本当1日とか半日でこの話題になるけどすぐ終わって忘れられてるっていう、なんか賞味期限がすごい短いのが、気になってて、はいはい、賞味期限を伸ばすっていう行為をすると面白いんじゃないかなっていうので、ロングスパン、そうですね、はい、ロングセラーな雰囲気にしたいわけですよね。ちょっと仏像的ですね。仏像って最初はピカピカだけど、そうですよね、劣化して味が出て、はいはい、いいわけですよね。でもウェブってそういう意味ではピカピカなものがなんか完成形っていうのがすごくあるので、古いものね、ウェブの概念じゃ絶対ないですよ ね、そういうものは、そこに面白さね、大事はあるんじゃないかなみたいな。この、変なウェブはメディアはそういういろんな隙間表現というか、はい、そういうものを体系的にやっていくというものでいろいろ食べていってますね、あとライフワーク的にやっているのが結構子供、子供生まれてからなんですけど、やっぱその子供を育てながら そこでこういろいろ思うもので、かけるデジタルとかでいろいろやれないかと。毎年子供が年を追うごとにその年齢に応じたその子供のスキルに合わせたもので何か作品を作るっていうのをやってまして、例えば1歳の頃だったら何かちょっと喋るようになってくるので、こう子供にこのクリエイティブディレクター、そのウェブを作る行為を全部その子供にとって、でその子供が描いた絵とか言われた通りに僕は実装していくっていう、オペレーターとしてやると。子供がウェブを作るっていう、ちょっとありそうな形ですけどね、そういうのをやって、で完璧に自分自身はインターフェースメディアとなって、言われた通りにどこにリンク貼りますかと、やっていくと、よくわからないウェブができるんですけど、そのドキュメントの感じが面白いというか、なるほど。で子供はそのリンク貼るっていう時に画面の中っていう概念がないんで、ずっとなんかそのパソコンのそのなんていうのキーボードのここにリンク貼るって言い続けるみたいな、面白いなんかその可愛いんだけど、そこかよみたいな、そうですね、そういうようなシリーズを毎年やってまして、次5歳、4歳5歳まとめてたんですけど、ずっと工作を子供がし始めたんですけど、そうすると、それを使って何かしたいなと思って、でその時にEC サイトだったりね、EC サイトでやっぱこれから結構もっと面白くなるなと思ってるんですけど、
子供にその、まあ、値段をつけさせる、うん、それ一応、アート作品として子供が自分でその値段をつけて、でそれを売る、実際に売るっていうのを今サイト作ってまして、うん、でそうすると何ですか、子供ってその額も適当なんで、うん、これはそのじゃあ9億かなとか、うん、これ100円とかっていう感じでノリでつけていくんですね、はいはいはい、でまあ作品がバーッと並んで、うん、全部一応あのベースってあの EC ショップで売るようにして、はい、1億円まで実際にこの売るっていう、はい、カートに入れたら実際で買えるっていう風にして、はいはい、そういう作品作ったりしてます、ね、すごいっすねそれ。そうするとなんか、うん、あの1億数千万円みたいな変な値段、うん、その1億数千万円という値段になったりとか、うんうんうん、なんかそのなんですね、アートの値段をつける時の感じの感じとちょっとシンクロしてくるというか、うんうんまあそうですね、で基準はでもその本の中の世界になるみたいなことをするとちょっと批評的にもなるし、はいはい、でもまあ可愛いねみたいな、うん、なんかそういうバランスっていうんですかね、よくわかんない感じだよね、でもまあデジタルだけじゃなくて、例えばこのレシートレターってすごいちっちゃな作品なんですけど、はい、あのただのレシートなんですけど、よく見るとまあ手紙になってるっていう、うん、まあ6歳の手紙になってて、うん、商品の品物のところに手紙のいつもあの料理作ってありがとうみたいなことが書いてある、そういうのをやってたりするんですけど、はい、これもこのレシートレーターはいつどういうシチュエーションで渡すのが、はい、これは標準なんですか、そういうのないの、あこれはあのあれなんですよ、渡すというよりも机に置きっぱなしにしておいて、はいはい、実際これ3日ぐらい置きっぱなしだったんですけど、はい、本当リアルに置かれてるんですよ、気づかない、そうなんです、でなんかこの元としてはあの何ですか、自分のなんか持ってるレシートをあの例えば洗濯からポロッと出てきて、はいはい、なんとなくドキッとするっていう、悪いことしないんだけど、うん、なんかドキッとしてレシートあってよって言われると、うん、見つかるとなんか嫌なものみたいな、はいはいはい、僕もともと紙グラフィックデザインなので、うん、やっぱ紙メディアがすごい好きなんですけど、うんうん、レシートはもう本当になんかそのネガティブなメッセージを発する紙メディアみたいな、うんうん、なるほど、あるいは領収書みたいな証拠みたいな、ね、そうですね、なのがあるんで、それをポジティブにしようみたいな、はい、これは僕見るともうデザインとアートのその、はい、なんとも言えない領域ですよね、かなりコンセプチュアルだし、なんか心にハートに訴えるところっていうのはちょっとアートっぽいというか、はい、なんか絶妙なところで、はい、光が当たらないところというか、なんか小さいものに小さな何かを入れると、はいはい、レシートをちょっと前に進めるというか、そういう感じはな、いい感じになってきましたね。 あとよく紹介するのがしゃべる名刺、まあ、堤さんってあの iOS エンジン iPhone のエンジニアの人の名刺 で、はい、でちょうどあれなんですね、 iPhone の 5S の画面と名刺のサイズがほぼぴったりっていうのは結構面白い発見としてあって、なんか偶然にしてはできすぎてるというか、でぴったりなんでこれ置くと、はいはい、でそこにまあそのアイコンのサイズの穴を開けてて、うん、でそれでその触るとこう何ですか、専用のアプリを作ってますよ堤さんに。なるほどなるほど。この例えば土片触るとそこは土片ですってこうずっと喋ったりとか、なんかこのなんか紙メディアにハイパーリンクをつけるみたいな感じがすごいグッとくるものがあるというか、うん、なんか懐かしい感じがするしね、はい、何かをアップデートするか、はい、あるいはダウングレードするかっていう感じでやっていくと、うんうんうん、まあなんか一生その何か作るものにはあの終わりがないというか、うんうん、なんかテクノロジーベースとか考えてたりとかすると、はい、どんどんこうなんか狭まってたりとかしていくと思うんですけど、どっちかというと僕イチローのなんてヒットを続けるやつじゃないですけど、はいはい、なんかずっとこうその大ヒットとか狙えないし、うん、そんなその超一流の人はすごい人がいっぱいいるんですけど、アンダーをこうずっと打ち続けたいっていう結構思いがありまして、なるほど、打っていくとなんかだんだんなんかこうあのいろいろ出会える人も増えるし、うん、なんか可能性が上がってくるみたいな、あの地道型というか、こんな感じで色を作ってます、はい、なんかお話を伺ってると、はい、やっぱりまあデザイン的な視点がすごく強いなと思うのと、はい、やっぱり見立てですよね、うんうん、見立て、はい、ね、はい、こう 見るっていうこと、視点というか見立てっていう感じがすごくやっぱり、あのネジさんらしさというか、はい、そこにすごく、まあ、ウィットというか、うん、そのハートフルな、うん、と含めたな、これからどういう感じで、はい、なんか進みたいなっていうか、将来的な夢とかそういうのないんですか。まあ、夢は引き続きみたいな感じで、うん、ある種この持続する方がまあ、うん、先ほどね、おっしゃったヒットを打ち続けたいと、ホームランじゃなくていいんだよ。そうですね、ただそういう意味ではさっきのレシートもそうなんですけど、うん、ウェブの中だけでとか考えてるとやっぱり狭いので、うん、あの2016年独立して、うんうん、会社にしたのはそんな目的もあるんですけど、はいはい、やっぱりこのもっと広いって言ってもあるんですけど、いろんなジャンルのちっちゃな、うん、その表現の
向こう側というか、うん、アップデートを見つけたいなと思ってて、うん、例えば今興味があるのがやっぱその空間の中、うん、あのホテルとかあの家とか、うん、なんかその施設とか空間の中にでできることみたいな、うん、まだまだやっぱりあの可能性があって、うん、あの画面の中で反応があるものではなくて、なんか空間全体をメディアと考えてちょっとデジタル制御して返すみたいなものにすごく興味があるし、うん、あね、で多分みんなに近いことを考えてる人いるんですけど、うんうん、それをこう、まあ、自分なりにやっていって、うん、ちゃんとそれを、まあ、アウトプットしないとなかなか、うん、あの本当の感じが見えないので、うん、で、まあ、よくまあ IoT とか、うんうん、今みんな別にわざわざ改めて言うほどもなく空間に行ってるわけなんですけど、うんうん、今の流れとは、うん、まあ、なんていうかね、全く違う方向じゃないですけど、うん、なんか5度ずらすとか、うんうん、ちょっとしたね、ずらすの感じ、うんうん、でやっぱりその IoT なんかも、うん、まあ、いいものがあるのもいろいろありますけど、この、うん、ちょっと無理があるところもあるんですか、うんうん、そんなに別に囲まれなくても別に今十分うまくいってるし、はいはいはい、そういうのがあるんで、うん、こうなんか普段の要は地続きな未来を考えるときに、うん、AI でロボットでっていう時に、うん、それがドンと入るとこう、なんていうかね、急に生活がガラッと変わるみたいな感じになると思うんですけど、どっちかというと今の生活の中に地に足ついた未来というか、うんうん、本当にガラッとした今の感じのままでいいけど、うん、ちょっとだけデジタルを邪魔しない感じで足すならみたいな、うん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 、みたいなこともすごく興味がある。なるほど、まあ、インスタレーションとも言えるし、ね、はい、あれもそうですね、うんうん、はい、あれもまさにね、モデルとかそう思いますよね、はい、やっぱインスタレーションとか、うん、インスタレーションって結構サイトスペシフィックだな、はいはい、その場の感じに合わせてあるじゃないですか、はい、ああいう考え方はすごくやっぱり、うん、もっとそのアートじゃない、うん、というか、まあ、ある意味ではアート的なものではあるんですけど、うん、をなんかその違うところに持っていくとか、うん、その逆にそのボードゲームみたいな面白い仕組みをアートに持っていくとか、うんうん、なんかそういうことをいろいろこう試していきたいなと思います、ね、うん、さっきあの、はい、体系的にまあ自分のね、はい、やりたいことをこうやって、うん、このマスに、マッスルにしてこうやって持ってってって感じだったけど、はいはい、やっぱりネジ流なデザインっていうなんか流れがね、はい、できてきてますよね。そういう人がねどんどん出てくるのがね、はい、今日本のね、うん、まあ、こんな僕が言うのもなんですけど、デザインの業界にはねやっぱ必要で、うん、はい、デザインエンジニアリングみたいな、あの視点もあるし、はい、それにまた全然違うね、あの視点を持ったネジさんみたいな、はい、デザイナーが出てくるとね、みんなちょっと見方が物のね、うんうんうん、あの視点っていうものをねなんかすごく確実化してしまう感じが今テクノロジーによってあるので、そういうものがねやっぱりもうちょっとぶち壊したい感じがするんですよね。似てますよね、あのデジタルコンテンツのアウトプットの感じが、 それはすごいやっぱりそうセンサーを使うことによってみんなこんなになっちゃったみたいなね、それはすごく僕も思っててかっこいいライブ演出が、うん、そういう大規模なものはそういうのがうまい一流の方がいっぱいいるんでそっちには分かってきて、どっちかというと僕は商店街とか道端の何かみたいなところに最先端の技術を入れるみたいなことをすごくしたいなというのはあります。これ細部に神は宿ると思いますが、そういうことですね。最近 の、 あの、はい、AI とか興味ないですか？ AI バリ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 、いや興味ありますね、はい、興味あります。まだ全然そのアウトプットになってないけど好きなのが、うん、特にあのハードウェアの AI っていうか、うん、あの何ですか、なんかよくなんかロボットアームとかが、うん、こうなんかフライパンでこのパンケーキをこうやって、うんうん、覚えてて、ね、うん、でなんか初め失敗して、はい、あ失敗したら、はい、だんだんこうなんか覚えていくみたいな、うん、あの感じってグッとくるのは、はい、子育てにすごい似てる感じがあって、うん、子供がまあうまくいかないのが可愛いな、うん、なんか高速子育てっていうか。なんかそんな感じがにグッとくるものがある。子育ての時の楽しかった何かをこうなんかあれで整理してそれをこの持ってくるみたいな、うん、なるほど。その辺のなんか何かを発想してこうやって持ってくる感じの、はい、この感じがうまいよね。あでもそれはすごくね、うん、それぞれ多分そこに個性が出てくる、うんうん、それグッとくるっていうのは多分そこなんでしょうけど、ね、うん、まあ、デジタル出身のアーティストで鈴木康弘っていう、はい、もうもちろんあの子がねいてずっと僕は彼とすごく一番、はい、まあ、デジタルの中で仲良しだったんだけど、はいはい、話してると常に自分の視点でものを言ってくるんですよ、自分の目線で、はい、本当ね、あそこみたいなね、うんうん、だんだん見えてくるんだけど、はい、やっぱり誰も真似できないんですよね、うん、そういう安井野君と違う目線でなんか語られてる感じがして
すごく楽しいんですけど、僕でもやっぱすごい相対的に考える、うん、あの転校が多かったんで、こうそのクラスの中に入った時にそのクラスの感じを見て、うん、キャラを考えるみたいな癖がすごいあるんですけど、自分を変えちゃってですね、変えるというか、まあそうなって決まってるんですよ、うん、だからそれこそ鈴木さんなんかも大好きだ、もうデジタル見ててすごい好きだったんで、うん、もうあれはもう鈴木さんがやってるから、うん、あっちの感じになるともう二番線になっちゃうんで、うん、こう場所取りっていうか、うん、すごいそれは意識というかありますよね、うんうんうん、今ね、あのね、デザイナーで渡辺芳さんって女の人、木々なんですか、そうそうそう、はい、あの結構仲良しなんだけど、うんうん、彼女ってこれ作るものがちょっと素敵で女の子っぽいじゃないですか、です、ね、はい、みんな大学生の女の子がもう同じ感じの、ね、はいはい、吉江さんみたいになっちゃって、大丈夫かなと思って、うんうん、吉江病なんだけどあの、ね、心配してるの ね、 あね、それはもう佐藤正彦とも、まあ、一緒なんだけどね、だから、ね、あのネジさんもね、そういう子たちがたくさん出てくるから、うんうんうん、そういう子たちに対しても、うんうん、やっぱりいいアプローチでアドバイスしていただけたらなるほど、ね、ですね、うん、それが得意なのは AI ですもんね、うん、それをもうやってきたら AI が、そうそう、だから体型的なものは自分の体型であって、うんうん、みんな他の体型作っていかないとダメじゃないですか、うん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 、でそういうふうにね、いや、はい、今日お話聞いてね、あ、なるほどなと思いました、はい、ありがとうございました。使いやすいとか使いにくいとかいうデザイナーの領域を超えて、非常に楽しい新しい発想のものの開発をするということで、これからのデザイナーにとって大きなヒントになるんじゃないでしょうか。続いてはロボット研究者の石黒博さんです。まずはこちらから。で、僕はまあ、アンドロイドの研究してるわけですけど、その遠隔操作型のアンドロイドですよね、もともと始めてたのはね。それがだんだん自動化されてきて、まあ、自律的に喋れるような、まあ、そういうロボットを作りたいと。で、まあ、人工知能って流行ってるんですけど、まあ、あれでできてるのはその画像に何が映ってるかとか、音声がどういうテキストに変換されるかっていう、まあ、要するに非常に初期の段階なんですね、人間の知覚系でいうと。でそんな深いところは全然できてないので、もう一歩深いところで、人とちゃんと対話できるようなそういうロボットを作ろうというのが結構メインですね。で、まあ、もちろんそれに加えて同時にロボットの人間らしさの表現というのはこんな簡単に解決できる問題ではないので、随分長く、まあ、研究してます。アンドロイドでいうと一番新しいのは黒柳さんのアンドロイドですかね。また近いうちにテレビに出てくると思うので見てもらうと、まあ、よくできてると思いますけどね。でテレノイドとかそういう人間っぽくないっていうか、もうちょっとなんかロボットっぽい、もちろんその研究も進んでて、テレノイドの方はもう研究のフェーズから今度は実用のフェーズに入っていて、去年できた会社がサービスを提供し始めて、まあ、本当に徐々にですけど使ってもらってる施設がポツポツできてきてるという感じですよね。で今度はもっとちっちゃいロボットの話ですけど、福祉とか医療に関係して言えばですね、自閉症の子供ってちっちゃいロボットらしいロボットの方がいいんですよね。でそれを、まあ、どんぐりクリニックっていう日本で唯一の自閉症専門病院だと思うんですけど、そこの外来で使ってもらってたりします。まあ、実用というよりも、まあ、一緒に研究している医者が、まあ、試しに使ってくれてるわけですけど、まあ医者には直接喋れないことでもですね、ロボットには喋ってくれるということはもう頻繁に起こっているので、まあ、ロボットがあると診察もしやすいということはよく言われてますよね。うん、高齢者はだから我々としたらテレノイドとかハグビーとかもうちょっとね、触感というか、肌で触れ合うようなロボットの方がいいかなという感じがしてます。で子どもはまあ可愛いロボットに向かって、まあ喋る方がいいような気がしますね。子供は結構喋るんですよね。だから、表情見ながら喋れるようなやつがいいだろう。ただ人間っぽくない方がいい。人間そっくりのものだと人間と同じように拒否反応が出てきちゃうんですね。おじいちゃんおばあちゃんどっちかというと話聞く方が多かったりするので、ハグビーなんかで、読み聞かせっていうのをやると、まあ普通だとなんていうか徘徊してしまったりじっとしてない人でもちゃんと話を聞いてくれるのですごく喜ばれますけどね。
意外な発見、やっぱり、僕らが例えばハグビーにしてもテレノイドにしても持っていくとすごく効果があるっていうことですよね。でじゃあ次にその新しいあのものを導入してもらえるかっていうと、まあ金銭的な問題もあるのかもしれないですけど、来てやってもらうのはいいけれども自分たちの手間が増えるのは困るっていうので、まあ、なかなか導入してもらえないっていうのが、いやこれだけ効果があるんだったらやった方がいいですよって、ね、皆さんいいと思うんだけれども、まあ、実際に導入しようとすると結構ハードルが高いっていうのが、まあ、それはもう一つの驚きですよね。僕らの都合だけではもちろんダメなのは分かってたんですけれども、例えば病院とかね、その小児科のところに入れるとか、まあ、いろんなところで実験しましたけど、もうちょっとなんていうかハードルがない気が、あそこまで効果があるんだったらそんなに受け入れてもらえるような気が、まあ、してたんですけど、意外にハードルは高いですね。いやもちろんAI で自動的に話すようにしてます。で、意外に難しくないんですよ。やっぱり難しいのは滑舌が悪いので普通の音声認識はなかなかできないんだけど、専用の音声認識作るとその後はねボキャブラリーは意外に少ないので、まあ、かなり少ないので、対話自体は割と簡単に成立します。おじいちゃんおばあちゃん もボキャブラリー少ないですからね、もうそんなにいろんなこと喋らないので、対話エンジンっていうか人工知能を作るのは難しくないと思います。でも滑舌が悪いのでその人に応じた音声認識モデルを作らないといけないので、そこが結構大変なんです。そのためにはものすごくデータをたくさん取らないといけないので、まあ、もう少し頑張らないとダメなんですけど、普通 の, 対応人との対話よりは基本的には難しくないとは思ってます。テレノイドは遠隔操作型なのでオペレーターがついてるんですよね。だからそういう問題全部ないと。で、まあ、ハグビーも遠隔操作で誰かっていうか誰かと喋るか読み聞かせをするっていうことなので、音声認識の問題ないんですよね。で、まあ、音声認識とか操作のしやすさっていうことから考えると、まあ、他のロボットが高齢者用に使われるっていうのはちょっとまだ難しいなという気がします。常に新しい技術とかみんなはそのお金を使う先を、まあ、求めてますからね。そのブーム必ず来ます。たまごっちが流行ったのもブームだし、高校生の間に何とかが流行るっていうのもブームだし、で、VR が流行るっていうのもブームですよね。で、ただまあそれがどこまで根付くかっていうのはちょっと別問題なんですよね。一時的に流行るものはたくさんあるんですけど、ずっと使い続けるものっていうのはそんなにないですよね。まあ、だから一番最近だとスマホだと思いますよね。あっという間に普及してみんながずっと使い続けてると。でもその前にはガラケーがあったわけで、ガラケーもある意味あっという間にまあまあ普及してみんな使ってたんですけど、スマホに全部切り替わったということですね。でじゃあロボットでそれが起こるかっていうと、僕自身はスマホとかガラケーにとって変わるものではなくて別の使い方で、例えば家には1台常にあるようなものとか、例えば、インターネットって昔はやってなかったじゃないですか。テレビがあって、まあまあ、それだけでしたね。でも今家の家庭の中に必ずタブレットかなんか1個ぐらい置いてあってですね、すぐに Google で調べられるようになってるっていうのがもう、だからテレビとタブレットぐらいはもう完全にペアになって家に置いてますよね。そこにもう一個ロボットが入るっていう世界は、まあ、あり得ると思ってます。簡単に聞けることはロボットに簡単に聞きたいし、いちいちパソコン開けたり、テレビつけないとサービスしてもらえないっていうのは面倒くさいですからね。でそもそも人間の脳っていうのは人を認識するようにできてるので、究極のメディアとか究極のそのサービスを提供するものっていうのは人間だと思うんです。それに近いロボットっていうのは絶対に普及します。いつかは分からないですけどね。ロボットとかアンドロイドがリアリティを持ってきたんだと思いますよ。要するに、まあ、僕もよく言われますけどね、どっちが本人かよく分からないって。要するにもう疑ってみないと、もしかしたらあいつはアンドロイドかもしれないっていう世の中になってきたっていうことですよね。これが多分10年20年前だとロボットの真似をしている人がいるで終わっちゃうんだけど、今だと
どっちか分からんぞっていう時代になってきたので、まあ、そういう意味ではロボットとかアンドロイドが受け入れられるような時代になってきたんだと思う。まあ、あのうちのアンドロイドもしょっちゅういろんなところにいますから、例えば黒柳徹子さんのアンドロイド非常によくできてるんですね。あの実際に目の当たりにするとあのかなり混乱すると思います。いや、不気味の谷はもうとっくの昔に、要するに僕らが研究して始めてすぐになくなりました。で、不気味の谷とみんな勘違いしてるのは、人間との違いが分かるっていうことを不気味の谷って言ってるんだと思うんですよね。人間との違いが分かったって不気味じゃないものは不気味じゃないんですよね。で、うちのアンドロイドなんて全然不気味じゃないですからね。それはもう、まあ、2004年ぐらいにかなり性能を上げたアンドロイドを出した時にもう誰も不気味だと言わなくなったので、人間との区別がつくっていうことと不気味ということは全く次元が違うっていうことです。不気味の谷っていうのは、その例えば人間らしい姿形に動きだけが、ロボットっぽいと、ちょっとだけ人間と違うんですね。ちょっとだけ人間と違うんだけど、病気の人に見えたり、ゾンビのように見えたりするっていう。だから人間にかなり近いんだけど、それなりに人間に近いんだったら、そんなに怖がる必要ないじゃないって思うぐらいに逆に怖がってしまうっていう現象なんですね。だそれは動きが悪いので、動きを人間っぽくすればいいだけだ。で、動きを人間っぽくして、それなりにちゃんと動くようにしたら、もうすぐに不気味じゃなくなったので、その不気味の谷の克服ってのはそんなに難しくない。僕はだからアンドロイドは入らないと思いますよ。要するに介護の現場というか、高齢者とか小さい子どもは、人に対する猜疑心とか、要するに認知症の人もそうだし、自閉症の子もそうだし、人が割と苦手なんですよね。だから人っぽいものを入れたって意味ないんですよね。で、そうじゃなくて、明らかに人じゃないと分かりつつも、なんていうんですかね、その人のように喋れるものっていうのが重要なんですよ。で、それがあのテレノイドだったり、ハグビーだったり、コミューっていう小さいロボットだったりするんですけど、例えばあの人と喋らないからトイレに連れてってくれって言えないので、おむつつけて車椅子に乗ってるっていう人もいたりするんですよね。だからその方にですね、ロボットを使ってもらったら、すぐに話すようになって、それはやっぱり感動的でしたよね。ロボットだったらトイレに行きたいとか何々したいとかちゃんと言えるの で、それは決して人間そっくりのアンドロイドじゃなかった、ロボットらしいロボット。まあ僕の期待もあるんですけど、そのロボットが対話の相手として高齢者の施設とかいろんなところで使われるようになるっていうのは将来起こると思います。で、もっと広く普通の人もそうなんですけど、例えばジョブカウンセリングっていうのがあって、どういう仕事がその人に向いてるかっていうのを判断するにはですね、プライバシーに関わるようなことを結構聞かないといけないんですけど、人間にはやっぱりなかなか言いづらいものがあるわけですね。恥ずかしい話もあるかもしれない。でもロボットを使うとそれが全部かなりなくなるので、ジョブカウンセリングを遠隔操作のロボットでやった方がいいカウンセリングになるっていうのはあります。マツコとマツコをやってた時もそうですけど、高校生がお悩み相談するのにマツコ本人よりもマツコロイドの方がいいとかね、マツコも直接自分でカウンセリングするのはなんか嫌やけど、マツコロイドを通した方が落ち着いて喋れるとか、だから間に一つロボットを入れることで人間の強い存在感が原因になってできてないことがいろいろできるようになるわけですね。それが多分気持ちを打ち明けるとかですね、そのプライバシーを多少なりとも打ち明けることで、自分が楽になるというか、よりいい選択ができるようになるとか、ジョブカウンセリングとかカウンセリングをちゃんと受けられるようになるとか、まあ、そういうところではロボットメディアっていうのは役に立つと思いますよね。じゃあ同じことが、チャットでできるかとかね、インターネットの何かページでできるかっていうと、それはね、やりにくいんですよ。使い方を覚えないといけないし、で、人間って喋るのが一番自然ですからね。何もトレーニングなしに、することなしにですね、普通に喋れた方がいいわけです。まあ、無論若い人でメールに慣れてる人はチャットだと喋るけど、フェイスとフェイスでは喋らないという人増えてたりしますけれども、まあ、高齢者の人とかちっちゃい子供に提供するメディアであればですね、まあ、おそらくはロボットがいいんだろうなと思います。
いや、リアルのアンドロイドの活躍の場はたくさんありますよ。要するに、人間でないとそぐわない場面っていうのはたくさんあるわけですよね。あとは、例えば受付の人がロボットだと、まあなんかあまりそっけない感じがするじゃないですか。でもアンドロイドだと、人間らしい存在感があるので、なんていうんですかね、受付の人としては十分な存在感を持てるというふうに思いますよね。で、人間そっくりに作っておくことのメリットは、最初から人間だと思って喋ってもらえるということなんですよね。だから短い人間関係、例えば受付の人と挨拶するとか、コンビニで何か物を買うとか、博物館の入り口で案内してもらうとか、疑いもなく人間にサービスされたと、でそういうサービスを提供したいという場面ではアンドロイドの方がいいです。ところがその、長く対話すれば人間というのはアンドロイドじゃなくても適用できるので、人の適用をのもとにですね、もうちょっと深い人間関係を作りたいという時に、常にアンドロイドがいいわけではないかもしれない。なんか皆さん映画の見過ぎなのかなんかわからないですけど、ロボットを作ってますって言うと、その一種類のロボットが世界中に普及するっていうことをすぐ言うんですけど、そんなことはありえないんですよね。我々の重要な使命は、人間って非常にバリエーションに富む存在ですから、いろんな人がいるわけですよね。いろんな人がそれぞれに便利に感じてもらえるように、いろんなメディアを出す、いろんなコミュニケーションのサポートのツールを出すということが重要で、一種類のロボットで世界征服するっていうのは、映画の世界だけの話ですね。ただ、スマホのようにですね、誰でもが使える基本的な機能が備わっているものっていうのは、数多く作るとですね、コストがかかるので、少ない種類でたくさんばらまいた方が、ビジネスは成り立ちやすいですよね。でも、3D プリンターの技術とかですね、生産技術が向上すればですね、スマホにしてもバリエーション欲しくなると思いますよ。だって手の小さい人が大きなスマホは持てないですし、いろんな人それぞれの事情があるわけですね。だから技術が進歩するということは、生産技術も進歩するということであって、人により適した、それぞれの人に適応するようなメディアが増えてくるということなので、スマホとかパソコンとかでその、一時的にですね、そのなんていうか、メディアが統一化されたような感じがあるんですけど、本当の技術開発っていうのは、その先にバリエーションのあるいろんなメディアを作るということだと思います。それは福祉に関して言えば、もっとロボット、使えばいいと分かっているロボットはいくらでもあるので、そういうものがちゃんと使ってもらえるような世の中になればいいかなって。そのためには多分介護士さんの、少なくとも技術に対するなんていうの、抵抗感は減らしていく必要がありますよね。でもそれはね、ほっといても減るっちゃ減るんです。昔はなんていうか、パソコン使ってる人は少なかったかもしれないけど、今はもうなんていうか、最初からね、ゲーム機使ったりパソコン使ったり、小学校中学校でもう全員が使ってるので、そういう人が介護士になっていけば、それほど抵抗なく使ってもらえるんじゃないかなと。もうもしかしたら時間の問題で、ある時便利だと思った瞬間に一気に普及する可能性はもちろんあると思いますよね。やっぱり人間学習能力が非常に高いですからね、適応能力非常に高いので、どんどん新しいものを取り込むと思いますよね。僕スマホ、iPhone が海外で流行った時に、みんな iPhone を自慢して見せてくれたんだけど、キーボードがないその画面でその文字を入力するっていうのに、そんな頼りないのが普及するっていうのは、なかなか理解できなかったんですけど、自分でやってみたら、悪くないなと思っちゃって、一瞬に学習しましたけどね。底上げはどんどんされていくので、どんどん新しい技術は当たり前になってくるので、時間の問題で使われるようになるかなと。10年待たずして一気に変わるかもしれないですね。今もう 4,5 年先のことは全く予測できないですからね。例えば東京オリンピックで、元外国の人が来たら、通訳ロボットっていうのは絶対普及すると思いますね。今 なんていうか、 AI ブームが残してくれるものは、性能が良くなった音声認識と画像を言葉に変換するというところなので、これ何に使えるかって言ったら、通訳には絶対使えるし、外国の人が、
例えば寿司のネタを見てこれなんて注文すればいいのかっていうのは瞬間的にそんなのスマホがやってくれるので、そういう言語コミュニケーションの部分っていうのは随分進むんですよ。で今でもそうですけど、中国の人とか韓国の人とか言葉がわからないので、例えば飛行機乗るときにどういう順番で乗っていいかって、日本の国内線乗るときなんかは特に困ったりするじゃないですか。そういうのは全部ロボットが案内するようになるんじゃないかなとか思うんですよね。で、まあ、それが、必ず 2,3 年でやってくる技術ですね。で少しこれは国の力とかその周りのなんていうんですかね、その、普及させようという大きな意思が働く可能性はあるわけですけどね。でもまあオリンピックっていうのは常に新しい技術のなんていうんですか、普及するチャンスになっていて、ロボットっていうのはオリンピックで普及する技術の一つかもしれないと思ってるんです。で絶対来るのは通訳とか対話支援とか観光案内とかね、だいたいコミュニケーションを通してなんか簡単な案内するっていうものはもう 2,3 年できそうですよね。でその先はやっぱり家の中で対話相手になるとかね、例えばホテルにロボットいてもいいんじゃないかなとか思うわけですよ。例えばホテルに行くとコンシェルジェっていうのがいて、でもコンシェルジェのいるホテルって相当ランクの高いホテルですけど、ビジネスホテルだって小さいロボットが部屋にいて、どこにご飯食べに行けばいいかとか、何がこの街は面白いかとか簡単なこと言ってくれたら、それで十分コンシェルジェの役割を果たすわけですよね。で、そのローカライゼーションのテクノロジーって言ってるんですけど、グローバライゼーション、スマホとかGoogle のホームページとか、これは全部グローバライゼーションのテクノロジーなんですよね。これはね、日本は勝てないですよね。でも一方で、人間グローバライズされたものだけで生きてるわけじゃないし、グローバライズするということは文化も全部均一化する、生活のパターンも全部均一化するということなんだけど、多分それは、僕らはそんなに望まない。随分と均一化はされてきてますけど、それでも自分なりの生き方とか自分たちの文化とか自分たちの生活パターンっていうのを大事にしたいと、そこで支援するのがロボットだと思うんですよ。ロボットっていうのはそういうローカライズっていうか、ローカルな場面において、サービスを提供するものなの で、そういうなんていうんですかね、物理的なサービスを含む仕組みシステムを作らせたら日本人は得意ですよね。グローバルな感覚を我々持ってないし、グローバルなビジネスのセンスもないで、人の平均的、だから全世界の人間の平均的な趣味思考が分かって、要するに我々インターナショナルじゃないですから、そういう感覚はないわけですよね。で、昔からですね、世界中渡り歩いてですね、いろんな文化と接してきたイギリスとかフランスとかアメリカとか、そういったところにはかなわないんだけど、ローカルな技術で、しかもそれがロボットとかものづくりに絡んだようなものをやれば、多分日本に勝てるところはないと。だから僕はインターネットのグローバル化の次に出てくるのはローカライゼーションの技術だと思うんですよね。でそこでは世界のイニシアチブを取るような研究ができればなと思ってます。僕は多分海外に行かない理由の一つはそこですね。はい、石黒さんのお話非常に興味深かったですよね。ヒューマノイド、テレノイド、そしてアンドロイドというですね、いくつかの領域が、ロボットの領域を語っていただきましたけれども、石黒さんのお話の中に、不気味の谷はすでに超えているというお話がありました。それは本当にお話を聞いて私も、あ、そういう今ロボットというのは状態なのかなということを知ってですね、非常に驚いたんですけども、もうすでにその領域は超えていて、すでに石黒さんはロボット開発を実装化されて、製品化もされているということで、ロボットがいる未来の社会をいわば開発していると言ってもいいと思うんですね。そのぐらい俯瞰にものを見てですね、非常に石黒さんのですね、哲学的にロボット開発を考えているイコール人間の未来を考えているという印象がしました。